まずこのスーパーバイクのこの後輪部分がサスペンションギミック搭載になっております。いやこれはねすごいよく作られていますね。皆さんこんにちは、チーソーレゴブルダーヒガリラ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイタースーパーバイクです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴクリエイターです。ちなみにこちらのレゴクリエイターは今は絶版品となっております。はい、外箱はこのようになっていて、このバイクめちゃくちゃかっこいいですよね。ちなみに僕はレゴシリーズでこういったバイク系は作ったことがないので、作るのがめちゃくちゃ楽しみです。こちらはこのスーパーバイク以外にオートバイとホバーバイクに組み替えることができます。はい、箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は3300円でピース数は236個です。はい、今回はこちらのスーパーバイクを組み立てます。スーパーバイクです。はい、完成しました。ふって思ったんですけど、このスーパーバイク結構でかかったです。ちなみに組み立てにかかった時間は38分かかりました。このスーパーバイクは結構テクニックパーツとかがすごい使われていたので、作るのが結構大変でした。はい、全体をぐるっと見るとこのようになっております。じゃあ近くで見ましょう。正面部分はこのようになっていて、このクリアパーツの中に黒いパーツが使われていて、結構ゲーコマだと思います。この造形結構面白いです。この部分はヘッドライトになっていて、そして前輪はこのようになっております。先ほども言ったんですけど、このクリエイターはテクニックパーツがふんだんに使われていますので、どっちかっていうとなんかレゴテクニックに近いような感じです。ちなみに僕はこのタイヤパーツは初めて見ました。続いてハンドル周りはこのようになっていて、ハンドル部分はヒンジパーツで再現されていて、メーター部分がプリントパーツになっております。でさらにすごいのが給油口の造形もしっかりされています。続いて車体部分はこのようになっていて、車体部分の造形もすごい細かく作られていて、本物のエンジンのような感じがしてめちゃくちゃかっこいいです。であとはこういう造形もしっかりされているところがすごい完成度が高いです。続いて後ろ側はこのようになっていて、ちゃんとスタンドがついていて、マフラー部分の造形もしっかりと再現されています。はい、こちらのスーパーバイクのギミックを説明したいと思います。まずこのスーパーバイクのこの後輪部分がサスペンションギミック搭載になっております。ではちょっと動かしてみたいと思います。まずはこのスタンドをここまで倒して、この部分を強く押し込みます。では行きます。はい、こんな感じです。いやこれはねすごいよく作られていますね。近くで見るとこのようになっていて、この部分がバネパーツになっていますので、こんな感じのサスペンションギミックもしっかりと再現されています。あとはハンドルと連動して前輪がこのように動きます。こんな感じでコロ走行で遊べることができます。この転がし走行なんですけど結構重厚感があります。でこのサスペンションギミックを生かしてこのようにコロ走行することもできます。では最後に大きさ比較いきましょう。まずはミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的に言えばミニフィグサイズじゃないですね。高さはミニフィグ2体分はあります。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。これもレゴマリオと全然大きさ違いますね。レゴマリオよりかはもうちょっと大きいサイズのフィギュアスケールだと思います。最後にブリックヘッドと並べるとこんな感じで、ほぼレゴマリオサイズですね。このスーパーバイクはどっちかというとミニフィグを乗せるよりかはこんな感じでかっこよく飾ってねっていう感じだと思います。はい、レゴクリエイタースーパーバイクはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースーパーバイクを組み立ててレビューしてみました。僕はレゴでバイクを組み立てたことがなかったんですけど、今回組み立てたスーパーバイクは実際のバイクみたいな感じの完成度でとても良かったです。ちょっと言うの忘れてたんですけど、このバイクはどっちかというと中型寄りの大型バイクなんじゃないかなって思います。このスーパーバイクにはテクニックパーツがふんだんに使われていますので、実際のバイクの造形もしっかりされているところがさすがだなって思いました。であとはこのスーパーバイクにはこのようにサスペンションギミックがついてますので、めちゃくちゃ素晴らしいと思いました。次の動画ではこちらのオートバイに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。